おじねこ KK ラジオ、皆さんこんにちは、こんばんは。エルフィーかやと門倉さとしです。はい、いよいよ第2回目のラジオになりました。パチ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 皆さん最初に聞いていただけましたでしょうか。ついにラジオのタイトル名が決定しましたなんと名前はおじねこ KK ラジオということでまさかのおじさんと小娘が採用されましたでもね、この名前にはちょっと意味があって、はいはい、まあ おじさんのおじはまあしょうがないじゃないですかしょうがないって何しょうがないって何おじで、猫が猫っていう漢字をつけて、その次に娘っていう漢字を、猫娘に娘、そうそう、猫娘って書いておじ猫にしましたっていうのはなんでかというと、門倉さんって昔から猫ちゃんめちゃくちゃ一緒に暮らしてきたじゃないですか。で、はい、で私も最近今話題のミルちゃんと一緒に暮らしてるので、はい、そう、もう猫好きの2人ということで、猫っていう漢字をつけたいなと思って。最近猫すごい凝ってるもんね。そうなんですよ。もう本当に子供の時は全然外に猫ちゃんとかいても、あ、猫だぐらいの感じだったんですけど大人になってから、それこそ門倉さんのレコーディングスタジオに来るようになって、のっちくんとフィーニャンに会ってから、もう猫好きになってしまいましたね。そうですか、うん、もうだって猫グッズいっぱい集めてるものね。そうですね、最近まだ皆さんに公開してないんですけど、あ、そうなんだ。猫グッズを集めてる、秘めてるものがあります秘めてるのちょっとそのうち公開しようかななんて思ったりしてで、猫グッズのいっぱいあるからね、うん、そうですよね、うん、猫ちゃん好きな人多いからね、令和で多いですよね、うん、昔は犬の方がねちょっと多かった、今は逆転して猫の方が増えてるよね。そうですね、うん、しかもクリエイターの人たちって猫好きの人多くないですか。そうですね、多いね。メタルマックスのそれこそ山本先生とか、まあ、宮岡先生も、宮岡先生も僕も多頭飼いだったんだけど、多頭飼いっていうのは何匹も、最大僕は5匹なんだけど、はい、宮岡先生も多頭飼いで、宮岡先生もそんな多頭飼いされてたんですか、うん、一度遊びに行った時にもう猫だらけで、びっくりしたことあります。そうなんですね、うん、この間お話した時にお家の方で、うん、なんだかんだまた3匹とか4匹とか言ってたと思う。今も猫ちゃんいるんですか。見たいもうね、一度猫と暮らせたらもうずっと猫と一緒なんですよ。そうですよね、うんうん、唯一旅行に行けなくなるっていうのが、あ、長い旅行が確かに行けなくなるんですよね。なんか私もなんか家から出てやっぱり待ってると思うと、なんか早く帰んなきゃとか、今どうしてるかなとか、なんかいつも一緒にいる感じしますよね。しますね小説家の人とかも結構ね、猫と小説家の本とかもある。多いですよね、うん、すごく多いと思います。やっぱみんなあれかな、家にいるからかなあ、多分そうだよね散歩よりもやっぱりね、猫ってもちろんご主人大好きだけど、うん、どちらかというと家に着くっていうから、うん、割と並列なんだよね猫って、うん、犬はほらこうご主人と、まあ、子分じゃないけどさ、子分それが猫はもう割と並列だから一緒に住んでる感がすごくある。まだ子猫だからね、かえちゃんもね。そうなんですよね、めちゃくちゃ可愛くてもうこんな話してるともう永遠に続くので、これぐらいにしようかななんて思うんですけどというわけで、はい、タイトル、ラジオネームですかね、
おじ猫 KK ラジオはもう門倉さんの K と私かやの K で継続して使おうかなと思ってます、はい、でもあまりにも不評だったらもうすぐさま変えます誰に不評なのなんじゃそれって言われたりって言われたらもうすぐさま変えますでとりあえずじゃあおじ猫 KK ラジオでしばらく行くと、はい、はい、行きたいと思います、はい、よろしくお願いしますというわけで今日はですね何を話そうかなと思っていろいろ考えてきたんですけど、はい、今日はちょっと最近あった出来事というか日常をお話ししようかななんて思います。かやちゃんの日常ね。そうですね、私の日常を絡めつつ門倉さんの日常もそう、私この間、はい、あれ見てきました。何ですか。映画のサンドランド。あ、ついに見ましたか。ついにもうね、終わるギリギリぐらいのタイミングで、あ、そういえばサンドランド行かなきゃと思って。そうそう、サンドランド行きなよって言ってたもんね。そうなんですよ。で、サンドランドって公開日が8月18日で、私の誕生日と同じ日に公開でめちゃくちゃ運命感じてたんですよ、ずっと。で、運命と思ってたのになかなか行けてなくて、それでついに川崎のチネチッタで見てきました。もう最高でした。最高だったよね。もうそんなに大きいところで見たわけじゃないんですけど、もう見た後の何でしょうね、あの感動と、うん、もう素晴らしかった。もう大拍手しちゃいました僕ねちょっと前に見に行ったんですけど、はい、あれ漫画でももう読んでて、うーん、まあなんでかえちゃんにあれ見た方がいいよって言ったかというと、あれ、まあ、三岡先生にこう勧められたこともあったんだけど、サンドランド、はいはいはい、もうモロニアもね、あ、そうですね、すっごい思ったのが、うん、めっちゃメタルマックス感ありました戦車出てくる、ね、戦車出てくるし、なんかなんだろう、あのキャラクターたちのめちゃくちゃユーモアある感じと、なんかまっすぐに生きてる感じと、キャラの濃さちょ、メタルマックスを鳥山先生が書いたみたいな、ね、あんな感じになりそうですよね、うん、すごい思いました、うん、そうだよね、うん、原作も買ったんだっけ。あ、漫画買ったんだっけ。買いました。もう見終わった後に感動しすぎて、グッズを何点買ったかななんか2万円ぐらい使っちゃってマジでなんかファイルから買うものあったファイルからボールペンから、私グッズいつも筆記用具は絶対買うんですけど筆記用具大好きなので好きだもんねボールペンとファイルとシールとあとなんだっけ、あ、 T シャツも大好きなので、あ、 T シャツ僕も買いました。あ、サンドランドって書いてるやつですよ ね、 いいよね。めちゃくちゃいいですよね。なかなかちょっと地味なんだけど、ちょっと普通に着て歩けるでしょ、うん、そう、着やすくてコーディネートしやすいんですよそうそう、結構いっぱい買って、原作も買ったんだ。その帰りに本屋さん寄って、うん、漫画も買ってもうウキウキで帰りましたあれ読むとさ、もう一コマをすごい伸ばしてるでしょ、映画の中で。あ、そうですね、うん、だけど全然さ、うん、こう漫画の雰囲気全く変わらず、確かになんか、ね、絵の質感とか、うん、なんか漫画からそのまま結構撮ってる感じで、もともとの漫画がめちゃくちゃ面白いから、あ、私逆で先に映画見ちゃったので、うん、なんかまた門倉さんと見方違ったかもしれないんですけどね、うんうん、まあ本当サンドランド面白かったね、映画がね、映画として。コナンって今年、あ、コナンは今年です。あのかやちゃんに言われてコナン見に行ったんで、 あれもすごかったし、はい、今回のサンドランドも見て、やっぱ日本のアニメのレベルって本当に高いなと。どっちもめちゃくちゃ面白かったね。コナンも本当すごかったけど、びっくりしたけど、なんか結構サンドランドもいっぱい登場人物出てくるじゃないですか、うん、なんかもう
ベルゼブブも最高だし、うんうん、あのなんだあのスイマーズスイマーズ最高じゃなかったですか。最高だよね。おいしいとこ全部持ってくる。そうそう、なんか私あのでっかい子供みたいな、なんだろう、でっかい大人の子供みたいな人が、マジンブーみたいなやつ。あ、いや違うんですよ、あのスイマーズの、うん、あのでっかい、うん、あ普通の子供たち、うん、がなんかお父さんのことパパっていうのがめっちゃ好きなんですよそこそうなんです。なんかパパとかママとか、あのラピュタでもあの海賊たちがのでっかい子供っていうんですか、大人の子供がなんか、はいはい、ママっていうのとか、あのイントネーションあれがすっごい好きなんですよ。イントネーションかな、わかんない、私もパーパーって言ってたかどうかはちょっと定かではないんですけど印象的になんかそんな風に言ってた感じが、言ってたね、言ってたね、もうめちゃくちゃ面白くて、いやもう傑作だったよね。スイマーズ最高でしたね、うん、面白かったすごいね、キャラクターも、うん、みんな濃かったし、うん、すごい素晴らしい。一回登場してきてすぐ覚えられますもんね、うん、あれがすごいですね。まあ、それはまあやっぱ鳥山先生のキャラ作り、うん、本当ですよね、うん、だってドラゴンボールにしたでドクタースランプにしたんですよ、うん、みんなもうキャラすぐ覚えられるじゃん。すごいですよね、うん、ドラゴンクエスト、あ、じゃあドラゴンクエストか、あ、違う、ドラゴンクエストか、うん、あれドラゴンクエストもそうだよ、キャラクターそうですよね、うん、うん、悟空は何でしたっけ。ドラゴンボールね。あ、ドラゴンボールだあれドラゴンボールは、ドラゴンボールは鳥山先生、ね、先生ですよね、うん、ちっちゃい時からもう見てましたからアニメだよね、ま、いや違います、私漫画なんですよ。あ、そう、読んでたの。お兄ちゃんがなぜかトイレに全巻置いててなんかそこから取って読んでた、読んでましたねそう、あと最近サンドランド以外に行ってきたことがあって、うん、ジョン・ウィリアムズさんのコンサートに行ってきました。ジョン・ウィリアムズさんが来たの。あ、ジョン・ウィリアムズさんは来てないんですけど、あのボストン・ポップス・オーケストラ、はいはいはい、が日本に来て、あれ20年ぶりとか言ってた気がします。そうかも、20年前は多分ね、はい、あの、はい、昔ジョン・ウィリアムズがボストン・ポップス・オーケストラの常任指揮者になって、はいはい、多分ね20年前は来てたと思うよ。あ、本当ですか、うん、あのそう、ジョン・ウィリアムズさんってあのスター・ウォーズとか、うん、あの E.T. とか、うん、あのインディ・ジョーンズとかの楽曲を作曲されてる人で、うんうん、最高だったし、もう私の大好きな大好きな作曲家で、もう最高だよね。はい、もう最高でした。どんな曲やったの。最初はスーパーマンの曲とかから始まって、うん、あと一番最高だったのが、うん、あの未知との遭遇の曲。ああ、もうあれ最高でしょ。もうあの日一番良かったです。未知との遭遇のあのあれね、未知との遭遇組曲みたいになってて、はい、20分ぐらいの曲だと思うんだ、長い。うん、うん、めちゃくちゃよくできてるから。何でしたっけ、タン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 ですよねちょっと違うけど五音ですよね。そう、五音であの表現ですよなんかね、スピルバーグがどうしても五にしろって言ったっていうね、うん、そうなんですよね、うん、でも五音、あの五音ってすごい信号っぽさありますよね、うん、よく選んでる音だよね、うん、あれがさ最後の方でチャン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 ってちゃんと和音がついて、そうなんですよ、こうすごいこう盛り上がるなってくるでしょ。よくできてるよね、あの音のだけでこうメロディーというか、うん、前半はこう割と現代音楽みたいになって、うん、途中からこうちょっとずつメロディーが増えてきて、あれこの曲すごいんだよ、展開していくんですよ超すごいんだよ、ね、もう本当に素晴らしかったです、うん。あとは、あと私一番好きな曲があって、その曲はやんなかったんですけど、うん、ジュラシックパーク
のテーマ曲、うん、あれ好きだもん、はい、あれ大好きでよく言ってる。そうなんですよ、私もうしょっちゅう家で聞いてるんですけどそうだったタラロン名曲だよね。名曲で、でもあの曲はやんなかったんですよ、その日、別の日に。いやだってさ、発想としてさ、ジュラシックパークの物語をこうもらって、うん、ね、まあ、原作もあるんだけど、うん、読んでシナリオ読んで、ああいうメロディーを考えるっていうこと自体がすごくない、うん、それスーパーマンもそうなんだけどさ、そうなんです、スーパーマンみたいなさ、アメリカ中の人が、まあ、世界中の人が知ってるようなコミックの主人公を映画にするのにあんな曲つけるっていうさ、うん、なんていうか、まあ、自信もすごいけど、いや、もうやっぱり発想がすごいよね。なんか全曲キャッチーなんですよね、うん、なんか恐竜が出てくるのは恐竜感すごいし、うん、ハリーポッターの曲なんかもう魔法使いがもうビュンビュン飛んでる感あるじゃないですか、うんうん、あと E.T.、うん、もうあの宇宙の壮大感といい、 E.T. も名曲だよね。映像とそのキャラクターたちのこう曲での捉え方、うん、もう素晴らしすぎて、素晴らしかった。映像とバッチリ。ボストンポップスオーケストラもすごくうまかったでしょ。そうですね、結構ハイテクグループだったよね、はい、いや昔はね、あんなうまくなかったんだよ。いやいやいや、いやいや、そうジョン・ウィリアムスがその常任指揮者になってめちゃくちゃ上手くなった。そうなんですか、うん、それで最初に出したアルバムがスターウォーズの多分その時4、5、6までしか作ってない時代で、その4、5、6を集めた CD 出したの。いや、もう本当に上手かった。私はもう多分ジョン・ウィリアムズさんの曲を弾いてくださるんだったらもうどんな演奏でも感動しちゃうかもしれないいや、そうだけどジョン・ウィリアムズの曲って難しいんだよ。めちゃくちゃもうハリーポッターの曲とか凄まじかったですよものすごい細かいさプレイさせるし、うん、普通だったら例えば僕とかがさ、そのオーケストラの譜面書いたりするときにこんな難しいの書いて、うん、間違えるとやばいなとか、そういうことやっぱ思ったりするの。あー、なるほど、うん、でスタジオでレコーディングとかするときにあんま難しいの書くとちょっと苦情だけもうちょっと優しくしてとか、そう言っちゃいけないんだけど、ことあんまりさそういうのもあるわけ、で僕がこの世界の音楽業界に入った時が下だったからさ、はい、年齢的にも、でその上の人たちが演奏してくださるわけで、 あんまりその難しいの書くと怒られるから、そうなんですね、そういうこともあった。だからホルンなんてさ、もともとすごく難しい楽器だから、はいはいはい、だからあの低音から高音まで使うんだけど、普通は低音パートをやる人と高音パートをやる人を分けとくわけ、フレーズを。あー、4人ホルンがいて、まあ、和音はともかく、うんうん、1、2番が低音だったら3、4番に高音をやらせようかなぐらいな感じで書くのね、はいはい、だけどもう上位の人関係ないから全員めちゃくちゃホルン難しい。めっちゃメロディー吹いてましたよ。もうめちゃくちゃ難しいんだよそれがあれですね、ホルンって一番、ま、間違えそう言っちゃいけないかもしれないホルンって一番演奏が難しいからこそ、あ、結構時々ミストーンが聞こえたりするのはホルンだったんですよ。だけどジョン・ウィリアムズのホルンはめちゃくちゃ、まあブラスセクションみんななんだけどね、もう感もめちゃくちゃ難しいこと書いてるじゃない。そうですね、うん、すごい音符細かいでしょって聞いてたって。そうですね、うん、私でもあのオーケストラとか吹奏楽とかでホルンが出てくる曲めちゃくちゃ好きなんです好きなんだ。もうオーケストラの中で一番ホルンが好きで、9間9っていうんですか、あの結構最初のところ9で間ってあの緩くなるところあるじゃないですか、曲の中で、で間のところでこうわーってホルンが出てくる感じとか、もう小学校の頃から大好きで、もうジョン・ウィリアムズさんの曲でもいっぱい登場してくれるのね、うん、鳥肌スターウォーズもやったの。やりました、うん、スターウォーズ、インディ・ジョーンズ、その辺をやった、はい、もうやりましたね、うん、あとオリンピックの曲もありました。ファンファーレ、ね、名曲だよね、はい、あれは本当もう喋り出したら止まらないジョン・ウィリアムズ
喋りすぎかもしれない。であのウィンフィルドやってるジョン・ウィリアムスが指揮してる夢のブルーレイとか出てるじゃん、うん、あ出てますよね、うん、あの映像最高だからぜひ皆さんもジョン・ウィリアムスさんので検索してオーケストラでいっぱい出てくるのでぜひ聴いてみてくださいじゃあ門倉さん最近何かありましたか日常日常はい最近日常では腰痛になりましたなんか門倉さんってしょっちゅう腰痛やってませんかそうなんですよあのね中腰で掃除してたんですよああどこ掃除してたんですか台所掃除しててああ聞くってあこれはやばいと思ってまあ塗るやつとか持ってるんですけど、はい、それ塗ったんですけどやっぱりあの座ってる時間が多いじゃないですか。あ確かに。まあもともと僕すごい本読むじゃないですか。うん、で本読むのもすごい座って読むの多いし、うん、で今ちょっとあのゲームモードをまたちょっとやってきてて、うん、ゲームやっとかなきゃなっていうのもやっぱりいつもあるので、うんうんうん、それでねスイッチやるとやっぱり座ってやるじゃないですか。あもうずっと座ってばっかりじゃないですか。そうなんですよね。だからそれも絶対に、ね、座ってばっかりやっぱいけないんだと思うんですけどね。いやもうお散歩しないといやそれドキドキしてるんですけどねその前ねどうしても仕事をずっとしてるとやっぱ座ってることがねまあねそうですよね。でも今のうちに足腰鍛えとかないとあれですよ老後やばいかでも私最近ピラティス始めたんですよ。おピラティスピラティスって何ですか、はい、ピラティスってなんて説明したらいいんでしょうかね。分かってないの。リハビリみたいな感じです。簡単に言えばなんか骨の一本一本を意識してこう動くんですよ。おなのでジムはめっちゃ筋肉トレーニングって感じじゃないですか、はい、それとはまた違って骨を感じるんですそれ骨と内臓感じるの。はい。でそれを感じながらやることによってこうなんだろう自分のコアの部分っていうんですか軸の部分をこう意識できるようになるというか。それに私週なんか3ぐらい行ってますマジでそんなに行ってるの。行ってます。なんか一回ハマっちゃうとハマっちゃうんですよね。立ちなんですね。そうなんですよ。それでだってなんか一時期ジムもなんかすごく行ってたでしょ。MV 撮る前にずっとジム行ってて、でも私走るの苦手なんだってことに気づいてもう心臓が痛くて私も結構やっぱり音楽家そんな動かないじゃないですか。でゲーム配信の時も座ってるから運動不足すぎて心臓が痛いんですよ心臓痛いんだ。結構やばいじゃん走るとだからジムは無理だってなってそれでピラティスになったの。それで、ホットヨガやって。あはいはいはい言ってたね。いやちょっとなんかホットヨガって結構支度が大変なんですよ。めっちゃ汗かくので終わった後メイクし直さなきゃいけなかったりとか。あ汗びしょびしょ。そうシャワー絶対浴びなきゃいけなくて結構合間に行くのが大変なので。あちょっと今控えてて控えてるんだ一応やるんだ。まあ、また行きたいなと思ってるんですけど、まあね、コロナも終わってるからね。そうなんですよ、うん、でなんとついにピラティスに到達しました。ピラティスって韓国のやつだっけ。そうですね結構韓国で始まったのかな。うーんでそれで日本にももう最近すごい来てて。へでまあいろいろあるんですけど私は結構、うん韓国推しですっていうところよりも韓国推しのピラティスですっていう感じの韓国推しのピラティスって何なの。なんだろう韓国で流行りのみたいなあーそういうことか。そうそういうとこじゃなくて、うん、なんかあのリハビリっぽいなんか医療っぽいところに行ってます。あそういうのもあるんだ。そうなんですよ。それは何あのレッスンを受けるわけ。そうですねプライベートで軸はプライベートで受けてそれで
グループとかもあるんですよ。3人とかで受けたりとか2人とかで受けたりとか、もうちょこちょこ入れつつ、でも基本はプライベートでやってて、もう超おすすめなので、あの門倉さんもぜひおすすめします。腰痛にもいいですよ。本当に？うん、めちゃくちゃいいです。あ、でももともと僕はあのヘルニアやってるんですよ。あ、でもう治ってるんですけど、うん、もう当時はやばくて、うん、もうスタジオの仕事があるでしょ、だから車で連れてってもらって、うんうんうん、スタジオで寝て自分は引く番になって起き上がってって、そのぐらいでした。もうだって仕事キャンセルできなくて。門倉さんあれじゃないですか、もともと腰やばいんじゃないですか。あのね、なんかピアノをずっと弾いてきてるでしょ。あ、そういう人って右足をいつも出してるじゃん。あ、ピアノって右足出すから。あ、そうするともうその時点で腰が曲がっちゃう、曲がっちゃうんだ。私も右足の方が長いって言われました。そう、だから出してるからいつも。それでそれが腰にちょっとずつちょっとずつきてて、うん、だからなんか結構職業病でもあるらしい。あ、でなんかなった時はあのレントゲン取ったら1箇所じゃなくて2箇所なってて、あの骨と骨の間のさ軟骨、背骨の間の軟骨ってのが飛び出して神経に当たるのがヘルニアなんだけど、はい、でそれが2箇所流れ出してて、飛び出してんじゃなくて流れてるって言われました。流れてる、流れ出してるって。でもうこれは手術かなって思ったんだけど、手術しても治らない人いるんだけど、はい、でたまたまその頃出会った整骨の先生がいて、その先生にピュッてやってもらったの、はい、流れちゃったいや、だからその流れた軟骨はどうなったか分かんないけど、とりあえずその軟骨が流れちゃった。そう、軟骨っていうのはね、骨と骨の間でこうギシギシ当たるじゃん。で骨焼き鳥の、そう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 、あれが柔らかいやつだ。そう、あれがあることで骨が滑らかにこう、だからあなたも軟骨があるんですよ。でそれがこう上から下にこう力がかかった時に飛び出す、はい、それがそこに背骨にある神経に当たった一体は、骨と骨の間に軟骨が、でそれが飛び出してるだけじゃなくてそれが流れちゃう。痛そう。座骨神経痛って言ってお尻のとことか足とか、もうね足とかね麻痺しちゃって、触っても感じられないわけだから、触ってる手は触ってる感があるんだけど、触られてる足は全く感じない。うわ、ゾンビだでもそれで治ってまあそれからちょっと時々腰痛、まあでもこの腰痛はヘルニアと関係なくて、うん、多分もう座っ 90% 座ってるような仕事してるから、ね、もう職業病だよね。それこそもう猫ポーズもいいですよおじ猫おじ猫で猫ポーズ猫ポーズね。それはヨガのポーズ。あ、どうなんですかね、ピラティスでもやりますよ。あ、そうなんだ。はい、なのでじゃあ今度紹介するので、じゃあ門倉さんがピラティスに行ってきたっていう近況報告ができるように超絶おすすめしておきたいと思います。わかりました、ありがとうございます、はい、行くか行かないかと思うか、というわけで今日はこの辺ですかね、はい、こんな感じで映画の話とコンサートの話と、腰痛の話でしたはい、それでは今日はこの辺で、おじねこ KK ラジオでした。ありがとうございました。